台風14号は九州付近にあって時速20キロの速さで北北西に進んでいます。高知県に最も近づくのは明日昼過ぎから夕方にかけての見込みです。今日と明日予想される1時間雨量は県全域で80ミリ、明日午後6時までの24時間雨量は県全域で400ミリの予想となっています。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。波は今日明日ともに中部、東部で10メートル、西部で12メートルの猛烈なしけとなる予想です。強風の影響で室戸市羽根町では街灯1本が倒れる被害が発生しました。怪我人はいません。明日の最大瞬間風速は陸上で35メートル、西部の海上では45メートルと予想されています。また越波のため室戸市の国道55号線の一部で通行止めとなっています。 JR など県内の鉄道は全線で明日の運転を見合わせ、土佐電交通の路面電車とバスも明日終日運休です。空の便は全日空の一部を除いたほとんどの便の欠航が決まっています。台風の影響で県内は大気の状態が非常に不安定になっています。うねりを伴った高波、暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。